はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女9月30日アップデート放送やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回とか前回ね、月末のアップデートということで、ちょっと日にちが、ずれてますんで、今日は、木曜日のアップデートになります。まずは、初回チャージ2倍特典のリセット、9月30日木曜日12時より各種原稿の初回購入特典原稿2倍がリセットされます。原稿が欲しいなら今のうちにということで、今右の画面に出ている原稿購入画面ですね、こちらに、初回2倍ってなんか小さくなったり大きくなったり、しているところが、全部あると思います。こちらをね、初回、課金した時に、こちら初回2倍が消えるんですね。それがこの月末で復活しますよということで、これ毎月復活するんで、課金している人はね、この初回2倍ね、利用して、また来月復活するのを待つのが、いいのかなと思います。ということで、この初回チャージ2倍特典がリセットされますよということです。これちょっとネタバレになるんで、次行きましょうかね。神聖な、尊厳者でいいかな。比類なき自信は比類なき成果を生み出す。神聖な尊厳者、アウグストゥスは、これなんだろう。自責は永遠に歌われますかな。期間は9月30日木曜日12時から10月6日水曜日13時59分となっておりますということで、新しい MR がやってきます。しかも用心鋭かな、この感じだと。アウグストゥスということで、見た感じは強そうだなというところなんですが、武将でしょう。一部ね、剣持ってても武将じゃない人もいますけど、最近の流れで言うと剣持っていれば武将でしょうというところですね。で、用心鋭というところ、ただ PV が、ツイッターの方で上がってないっていうところが、ちょっと気がかりではありますけど、最低限 MR 級の強さではあるかなと。あとはぶっ壊れるか、ぶっ壊れないかっていうところですね。なので、アウグストゥス、本日12時実装されますんで、実装されたらもうすぐチェックしましょう。そしてですね、これに伴いまして少女の成長があります。イベント期間内にアウグストゥスを獲得し、指定の育成条件に達成すると豊富な報酬が獲得できますということで、アウグストゥスをね、1回3回5回覚醒して、いろんな覚醒譚とかね、副将訓練書をいただきましょうとか、専属武器をねゲットして、単造石かな、かける6ゲットとか、専属武器をレベル70に進化させるとか、85に進化させるなどですね、少女の成長に伴いまして報酬がゲットできるというか、使った素材が多少なりともですよね、一部返ってくるみたいな形なので、これご、利用する手はないのかなとは思います。アウグストゥスゲットする人はね、こちらも期間が9月30日木曜日12時から10月12日火曜日23時59分となってますんで、期間にご注意くださいということですね。そしてここから再販枠、水中万歩、推定でひらひらと舞う水中万歩紹介、この思いは誰に打ち明けましょうということで、期間が9月30日木曜日12時から10月6日水曜日23時59分となっておりますということで、画像がこちらになります。カラーの画像ですね。水中万歩紹介になっております。この子いやらしいよね。なかなかいやらしいって姿のことではなくて、性能として、めまいをね、使ってくるんですけど、これうまく使われると範囲めまいになって、しかも2ターンなんですよね。かなりいやらしい性能をしているんで、これも面白いですよね。サポートキャラとしてはなかなか面白いと思います。そして、美少女楽園ですね。こちらラッキースター形式のガチャになります。イベント期間中に解放、玉も前、ご婦人、徳川家康、城下、半蔵が一斉に登場。皆様に会えるのを楽しみにしております。ということで、期間が9月30日木曜日12時から10月6日水曜日23時59分となっております。この5人はもう奥義用かなとは思いますね。奥義用になっちゃうのかな。ただ、やっぱり、特化すれば、やっぱそれなりには使えますんで、特化すればね、どの副将でも、それなりには使えるようにはなってしまうんですが、中途半端に育てるのであれば、この辺はおすすめしないですね、というところになりますね。そして、少女書斎。期間中に原稿を消費して、豪華報酬が獲得できます。山盛りの副将訓練書をご用意いたしましたということで、期間が9月30日木曜日12時から10月6日水曜日23時59分となっております。この期間内にですね、原稿を一定量消費すると、報酬が獲得できますよっていうイベントなんですけど、1日にですね、願い返しがやってくると思います。その願い返しでね、3万元宝は使えると思うんで、
これはまあ特に急ぎで使うようなことはないですかね。うん、少女書斎をクリアするために何かガチャ回そうっていう感じではないです。たまたまアウグストスとかね、願い返し回した結果少女書斎で報酬が手に入るぐらいの気持ちの方がいいですね。そして映画銀月、今回は、絆の水印ですね。まあ、こちらがあります。まあ、これは、絆の水印だからいいのかな。まあ、今回、アウグストゥスがあるから、まあ、それに伴ってきてるのかなと思います。そして、神髄タンパック。まあ、これもアウグストゥスですね。MR が来てるんで、まあ、専用育成団ではなく、神髄団か。まあ、こっちがメインで来ますよと。そして、招待券パック。まあ、これが美少女楽園が来ているんで、パックがありますよということで、まあ、それぞれね、買ってガチャ回しますと、まあ、多少なりとも安くはなるんで、うん、まあ、購入できる人は購入してからガチャ回した方がいいのかなとは思いますね。はい、ということで、今回はですね、まあ、ちょっと、曜日が違って、木曜日のアップデートになりはするんですが、この MR アウグストゥスですね。まあ、この子がやっぱ見どころなんじゃないかなと思います。今回のアップデートはですね。そして明日の1日も、1日になった瞬間にアップデートがあると思います。今月は31日がないと思うので、そうですよね。明日が1日になるんで、明日になった瞬間にまた再販枠で1人来ると思います。まあ、それも動画にできたらいいかなとは思いますんで、動画が上がったらぜひよろしくお願いします。まあ、アウグストゥスもね、まあ本日中にですね、まあ、実装されてから、まあ夜になるかな、日付変わるまでの間には動画上げたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、ここまでお送りしたのはデフでした。オツデフ。